めしゃ料理です。ということでですね、今日もハイテンションで行っていきたいと思います。あの料理のバズレシピ2本目なんですけども、1品目がうますぎて相当なものになってしまったので、今回の2本目は頑張ってやります。今回はですね、四考シリーズでございます。四考シリーズといってもね、結構ね簡単にできるんです。これ今回はね、四考の何だっけ、あ、四考のサラダスパゲティです。多分皆さんの想像してるサラダスパゲティってなんかお通しだったりとか、なんかお弁当の横についてたりとか、脇役のサラダスパゲティを連想されますよね。でもね、今回は違うんです。今回はなんとあのサラダスパゲティが主役になるというですね、そういういいレシピなんですよね。今日は僕もボルテージがマックスオーバーヒートしますんで、そんな感じでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、今日はですね、ものすごい美味しいサラダスパゲティ、もこれはね、覚えておけばもう 100% 大丈夫っていうものなんですけども、まず材料紹介いってみたいと思います。まずね、サラダスパゲティなんです。サラダ、あ、違う、スパゲティだったスパゲティです。 1.4mm の細麺です。はい、サラダスパゲティはね、太麺だとあんまりこう絡まないんで美味しくないので、1.4mm 以下の細いスパゲティを使ってください。今回はママの5分茹での1.4mm 使っていきます。で、サラダなんで、サラダ部分はこのきゅうりと玉ねぎ、きゅうり半分 40g ぐらいのね、半分ね。で、これ玉ねぎね 50g ぐらいのね、ベーコン、そしてタメゴです。タメゴで、調味料としてマヨネーズ、ケチャップ、コンソメ、胡椒、あとお塩もちょっと入れるんですけども、今回はですね、試行ポイントとしてこの粒マスタードと和からし、これを両方使っていきます。和洋折衷にいきます。粒マスタードの香り、本辛子の辛み、これ両方活かしていきます。はい、これ2つできれば用意してください。まあ、なければどっちかでもいいんですけども、あった方がいいです。じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、お野菜をね切っていきます。まずね、じゃあきゅうりから切っていきましょうか。きゅうりって輪切りにするときってこのまま垂直に切ってると思うんですけども、実はですね、垂直に切ってるときゅうりコロコロ転がっていっちゃうんですよ。なのでちょっとだけ斜めに切ると転がりません。ちょっとだけ斜めに切る、こうすると、じゃあ今ね切っていきますよ。ほら、転がらないでしょ。ちょっとだけです。ちょっとだけ斜めに切るんです。で、これで薄切りにしていってください。そうするとまな板の中で収まりきります。そしたらですね、この玉ねぎ、玉ねぎもこうやってね、スライスにしていきましょう。こうやってね、まあ薄めでも、まあちょっとね厚くても全然平気です。はい、で、切れるもんはね、今ね全部切っていっちゃいましょう。で、ベーコンです。ベーコンもね、これはね、なるべくね、スパゲティと混じり合うように細かい、なんつうの、千切り、細かめの、千切りにしていきますね、これね。こうするとね、スパゲッティとの絡みがね、すごく良くなるんですよ。もうね、切るのは、ね、これだけなんです。まあちょっとボウル用意していただいて、お野菜だけここに入れるんですね。お野菜っていうのはすごく水気があるので、このままサラダスパゲッティにするとすごくね、あの味がボケてしまうんですね。だから、ここにね、お塩、お塩を入れていきます。これ重要なんで、サボんないでください。お塩2つまみ。皆さん、1つまみってどれぐらいだと思いますか？1つまみってこれじゃないんですよ、これ。日本指じゃないんです。一つまみって三本指なんですよ。一つまみの塩っていうのは、これなんですね。これ。これ、今落としますよ。これね、結構入るんですよ、一つまみって。少々より多いです、一つまみ。だから、二つまみ入れていきます。小さじにすると4分の1ぐらい入ってると思います。塩が入ったら、まぶしていくんですよ、これね。そうすると、浸透圧で野菜の水気が出ていくんですね。これね、意外と重要です。ポテサラとかを作るときもそうなんですけども、野菜の水分っていうのは味をボケさせるので、これ必ずやってください。これが至高ポイントです。これでね、数分泳ぐ。そうしましたらですね、もう、今2分ぐらい置いたんですけども、野菜がちょっとしなってるんですよ。こう、わかりますかね？こう、ね、お汁が出てくるんですね。はい。で、これね、このままボウルの中でやってもいいんですけども、もっといいのがこうざるに開けるんですよね。まあ水気で絞れればいいんで、やり方もお任せするんですけど、僕の場合だとこうやってざるに押し付けてやると、非常によく水分が抜けます。
で、この水分を逃がしてあげることによって玉ねぎはよりシャキシャキになり、きゅうりはよりパリパリになるんですね。これね、これね、非常に重要なのでやってみてください、はい、ほらほら見てください。玉ねぎときゅうりを絞るとこんなに水分、これがソースに絡まるとめちゃめちゃ味がぼけるんですよ。もうあともう一押ししましょう。そうするともうね、なんかね、浅漬けっぽくなるんですよね。はい、でそしたらこのボウルはそのまま使いましょう。水気全部ね出せたらね。今回はねちょっと試行バージョンなので、ちょっとね工程ちょっと多いんですけども、ベーコン炒めっていきます。まあこれはね、野菜を塩で漬けている数分間の間にやってもいいんですけども、まあ今回は順序立ててやっていきます。この細切りにしたベーコンを、油はね、引かないと大丈夫。あとで結構油入るから。で、まぁ、ちょっとね、炒めていくと、香ばしさが出るんでね、炒めていきたいと思います。あ、今日はね、調子いいわ。めっちゃ飲んでるけど、調子いい。そして、愛情を入れていきます。あー、愛されてる。こんな感じで、油がちょっと出て、ちょっとパリッとするまで、炒めると、非常に美味しいと思います。カリカリまでにしなくても大丈夫ですよ。香ばしくなるぐらいまで炒っていきます。これがね、重要です。だいたい、まあ、これぐらいでいいかな。ちょっとね、焦げ目がついてないぐらいで。で、ここにですね、ベーコンを、トントントンと入れていきます。で、そして、ここに、黒胡椒をね、ちょっとね、まぶしていきますね。はい。黒胡椒ね、結構入れちゃっていいですよ。はい。これで、元は完成しますんで、具材は完成しました。で、あとはもう、スパゲティを作っていきます。そうしましたらですね、鍋にたっぷりのお湯を沸かします。そしてですね、ここに、お塩もね、大体ね、これ、何リットルかな ?1 リットル以上あると思うんだけど、小さじ1と半分ぐらいかな。まあこれね、混ぜてね、味見するんですよ、これ。スパゲティ茹でるときは。これ、ね、なんで塩入れるかっていうと、スパゲティに下味をつけたいんですよね。混ぜて、塩が溶けたら味見してください。で、お味噌汁よりちょっとしょっぱいかなぐらいになったら OK。これやるとやらないと、全然このスパゲティの味のつけ方が違うので。で、これ、5分茹でのタイプのスパゲティなんですけども、1.4 ミリのね、これ 100g なんですけども、半分ずつ持っていただいて、これね、折ります。サラダスパゲティって半分じゃないと食べにくい。だから、こうやって半分ずつだと折りやすいから。で、今回5分なんですけども、2分30秒であるものを入れます。はい、それではですね、茹で上がりの2分30秒前になります。そこでですね、卵です。生卵。これポイントです。これね、このまま入れてください。こうやって。はい。もうこれです。これですね、半熟のポーチドエッグをこの中で作っていきます。これがね、サラスパと交わると、まちゃまちゃうまいんですよ、これ。これポイントですからね。こっから2分30秒。半熟に茹でたゆで卵とかでもいいんですけども、めんどくさいので、パスタと一緒に茹でましょう。手間はね、省けば省くほどいい。だって無駄な作業なんて無駄じゃん。で、まあ、ふつふつと煮ていきますね。これね。そうそうそう、ちょうどいい感じの半熟エッグ。半熟エッグができるんですね。俺のサラダスパゲティがいっちゃうまいから。はい。じゃあ、まあ、なりましたんで、まあ、計5分ですね。計5分ちゃんと茹でます。はい。茹でたらですね、もうザルがありますね。もうザルに開けていきます。普通に開けて、まあ、軽く水気を切ります。あんまりガン水気をやると卵割れちゃうのね。これ見てください。この半熟加減。この半熟加減。めっちゃ重要です。これ。水気をちょっと切って、で、熱いまま、ここに入れるんです。これが具となり、ソースとなるのでね。この半熟卵は。そしたらですね、この状態で、味付けしていきます。まず、マヨ。マヨはね、大さじ3。これ、大体大さじ3。ケチャップ、小さじ1半。ケチャップがね、ちょっと入ることで、ね、コクとね、甘みが増しますんでね。で、コンソメ。小さじ2分の3。これぐらいですね。はい。ここでね、また大事なのが、この粒マスタードですね。これはね、粒マスタードは何でも大丈夫ですけど、小さじ1。小さじ1入れてください。これで、香りと酸味を足していきます。そして、和からし。和からしです。3センチぐらい。で、これ熱いうちにやってください。で、これで混ぜていきます。で、卵も気にせず全部混ぜる。この卵の半熟加減が、非常にね、いいサラスパの味を醸し出すんですね。この、粒マスタードの香りと、マヨネーズと、ケチャップがかかる。これだよ。これなんですよね。これが相当。そして和えていきます。スパゲティサラダって基本的に冷ますもんなんですけども、ちょっとね、生温かい状態でも結構美味しい。このまま食べていただいても大丈夫です。こんな感じでね、よく混ざりましたら、お皿にね、持っていきましょう。これトング使って、やっていきたいと思います。
これね、冷やして保存もできますんでね。で、僕は出来たてで食べるのも結構好きです。そうしましたら、こうやってこうくるっとね、巻きながらやってあげてください。まあ、基本的にね、半分に折ってあるんで全然こう巻いて食べる状態ではないんですけども、ちょっとね、巻いてあげると見た目が綺麗なんでね。そう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 、これがうまいのよ。もうね、脇役とは言わせませんよ、このサラダスパゲティ。これはね、最高傑作、ものすごい気に入ってるレシピです。これはこれだけでいいっていうぐらいね、美味しいサラダスパゲティ。パラパラと黒胡椒、パセリも少し散らしましょうか、周りにね。そうすると結構サラダ、おお、いいじゃないですか。ということで、はぁ、やっとできました。やっとこれで飲めます。至高のサラダスパゲティの完成になります。はい、それでは待っていきましたので飲んでいきたいと思います。飲みます。あ、このスパゲッティサラダにはハイボールじゃないかもしれないですね。なんでしょうね、ビールかな。レモンド、ビールかな。いただきます。あ、これはいけると思います。サラダスパゲッティなので今回は箸で。じゃあ、いただきます。おお、これはね、サラダスパゲティの次元を超えてますね。皆さんって多分サラダスパゲティ食べたいなって思うことないと思うんですよ。でもこれ食べたら、あなたはサラダスパゲティが唐突に食べたくなる病気にかかります。はい、それぐらいうまいです。このさ、麺の歯ごたえと野菜のシャキシャキ感、それベーコンのうまみ、卵のコク、これらが全て交わる。私は最強となったのだ。このままでもうまい、もちろんうまいですけど、ほらね、味変カームジェネレーション、もう少し酸っぱい方がいいっていう方のためにお酢ですね。これもね、お好みでかけてください。酸味が足されるとすごくね、さっぱりいけるんですね。プレーンだと結構コクのあるパンチの効いた味になってるんですけども、これお酢を足して食べるってのもまた一強でございます。うん、またね、ピリッとしますね、味がね。これはつまみには、これもうほんと、もうこれサラスパではない、サラスパを超えた何かだね。このサラダスパゲティは絶対にやってほしいな。脇役とは言わせないよ、これは。これはほんとに、あとね、あれよ、あれも合います。じゃあタバスコ、これほんと美味しいから。日本人の8割はサラダスパゲティを舐めてる。わしはこれでいい、これと夜を過ごせますぞ。タバスコをかけます。あー、うまい。このタバスコの辛みが合わさることによってよりつまみと消化してる。あー、レモンドと合うな。別にこれはレモンドのプロモーションでも何でもないけど、レモンドと合うな。たまらん、ずっと食べてた。毎日俺にサラスパゲッティを作ってくれないか。ということで今日はありがとうございました。今はもうほぼ脱いでたんですけども、もう半裸状態なんですけども、ぜひ皆さん今日の、料理がその良いと、そんな雰囲気になったらぜひ、チャンネル登録、および高評価よろしくお願いします。